江東区では優れた技術でものづくりを行い、それを守りながら継承し発展を続けている企業を江東ブランドとして認定し、さまざまな PR 活動を通じて江東区のものづくりの素晴らしさを広く認知してもらうことを目的としています。江東ブランド認定企業の中から今回は創業120年の老舗石川工場と特殊阿部製版所を紹介します。江東区辰巳、再開発が進み高層ビルが立ち並ぶ東雲豊洲が望めるこの地にあるのが120年以上続く老舗企業石川工場である。製造しているのはこの石川式攪拌雷回機。キネとウストで構成されるこのシンプルな機械は私たちの生活を支えていると言っても過言ではない。石川工場6代目中村社長に伺った。攪拌混合すりつぶし、練り合わせ、それらの機能を一度にできる機械というところです。食品の例えばそばでしたりとかから化粧品まで、高品質なものに対してもう使用されています。ロケットの開発の固形燃料の製作に使用された経歴があります。石川工場は1897年に発明家の石川平蔵氏が港区芝に前身となる石川工場を設立、同年にかまぼこやはんぺんの材料となる魚のすり身を作るなど水産加工業向けの機械として石川式攪拌雷回機を開発、現在に至る。石川式攪拌雷回機は攪拌、すりつぶし、混合、練り合わせを一台で同時にできるため幅広い産業分野に導入されている。電子部品素材、医薬品、化粧品、加工食品など私たちの生活で欠かせない製品は実はこの機械で作られているかもしれない。石川式攪拌雷回機の質の高い仕上がりを可能にしているのは素材に触れるキネ部分の独特な動きにある。エピサイクロイド曲線と呼ばれるこの軌跡はおよそ2万回に一度しか同じ臼の場所を通らない。それだけ混ざりムラを防ぎ素材を均一に混ぜることができる唯一無二の機械。石川式攪拌雷回機の性能を見せていただくことに。ここに蕎麦粉がある。蕎麦打ちで最も難しいとされる水回しを再現していただいた。石川式攪拌雷回機は蕎麦粉に素早く均一に水を加え練り上げることができるので香りの良い蕎麦が作れるという。キネの動きによって水が均等に混ざっていく。2万回に一度しか同じ場所を通らないことで摩擦熱が起きにくく素材に与える影響が少ないのも特徴だ。手打ちでは10分ほどかかる水回しがおよそ2分で出来上がった。食べても美味しいそばに出来上がっているという。ここ石川工場では製造から修理、メンテナンスを一括で行っている。その作業を請け負っているのは職人の皆さん。勤続50年のベテラン日比野さんに話を伺った。
51年前ですか、に入社しまして、まあ、幸い無事に50年勤めてきました。こちらで加工している部分はまあ部品加工で、こちらではまあその部品の組み立て加工ということですね。で、まあ、後ろにあるような機械な形になるというわけですね。まあ、うちの機械特殊な動きをするので、それに動きをさせるため その機構ですね、それがまあ一応複雑ではあるんですけれども、その組み合わせ、歯車と角度の組み合わせによってその動きを再生させるという、まあ、そういう特殊な機械になります。まあ、構造は単純ですけれども、まあ、基本的な動きは、まあ、その作られた当時、まあ、120年近く前に基本的な構造は作られてそのまま継承されているってことですね。細かい部分が、まあ、変化はありますけれども。工場には古い機械を保存しているということで見せてもらった。こちらは90年前に作られた石川式攪拌雷回機。現在のものと比較してもその構造はあまり変わっていない。メンテナンスをすればいつでも当時のように動かすことが可能だという。これはあの古いものですから、まあ、あの鋳物でできてますが、今加工しているものはステンレスで基本的な形は同じですね。まあ、鋳物自体もそれほどその劣化はしないですから、それをさらにその現在の基準に合わせてステンレスという構造に最近はなってます。まあ、メンテナンスはね、そう複雑ではないですけども、その修理の場合ですよね。その場合に今まで使ってきたものと新しく修理した部分っていうのをなじませるっていうところが、まあ、一応その微妙に難しいところかなとは思いますね。あの構造が単純、まあ、でも中身は複雑ですけれども、構造自体が壊れることがあまりないので、それで長持ちすると思いますね。やっぱり長く使われてるってことですよね。やっぱり30年40年は普通に使われてますから、もう何十年か前に私が作ったものが修理で来るとかそういうこともありますからね。やっぱり嬉しいですよね。あの自分たちが、まあ、長年つながって作ってきた機械が、まあ、未だに使われているというね、そういう嬉しさはありますね。そうですね。まあ、今現在若い方があの入られて、その方たちに、まあ、今まで私がやってきた技術の継承っていう形で、今あの機械を動かしていただいてます。日比野さんから若手社員へ。120年の歴史ある石川工場ではこうして技術の継承が行われ守られている。これだけ長く会社を続けられる秘訣はどこにあるのだろうか。弊社の製品である石川式攪拌雷回機のみを取り扱ってきまして、他の製品だったりとか他の事業には手を出してこなかったというところが大きいと思っております。うちの製品は多品種小ロットで製造してますので、装置を大掛かりな装置を入れて大量生産するのではなくて、一つ一つの製品を職人さんの手作りで作っております。でその技能の継承に関しては会社として費用をかけて予算をつけながら職人さんの育成に努めてまいっておる次第でございます。地元小学校の社会科見学を受け入れるなど地域とのつながりを大切にしている石川工場。中村社長の描く未来像とは。
これから先も我が社の方をモットーとして石川式核反乱階級を極めるというところをモットーにしてまいりますので、その精神のまま、創業精神のままこれからもやっていきたいなと思っております。およそ120年前に発明された石川式核反乱階級を使いやすさを高めながら作り続けている石川工場。多様な業界から引き合いがあるのは石川式核反乱階級の性能だけでなく、ものづくりへのこだわりが伝わっているからなのだろう。皆さんご存知のゴルフボール、表面には文字やロゴが印刷されている。この球体にどのように印刷しているか考えたことがあるだろうか。江東区平野にゴルフボールのような紙以外の素材や曲面への印刷技術を提供する企業、特殊安倍製版所がある。特殊安倍製版所はさまざまな素材・形状に印刷する資材や技術を提供する国内でも数少ない企業。メーカーや特殊印刷会社からの注文に合わせ、商品に適した印刷資材を製造し提供する。例えばジュースのアルミ缶や化粧品の容器、薬の錠剤など、普通の方法では印刷できないものに最適な印刷を可能にすることが特殊安倍製版所の強みだ。特殊安倍製版所の2代目安倍社長に話を伺った。当社はですね、特殊製版、つまり紙ではないもの、平らじゃないものに印刷をするための製版だとか、あとは関連の資材を作っている会社です。で、特殊な印刷方法、特殊印刷っていろいろあるんですけど、その中の3種類、ドライオフセット、パッド、パッド印刷、ホットスタンプ、その3種類の特殊印刷に必要な資材を作っている会社です。創業は1961年、清洲橋通りと三つ目通りが交わる白川三丁目交差点角にあった道順会清砂通りアパートメントに先代安倍和志氏が事業を始めた。当初は歯磨き粉のチューブに印刷する版の製造から手掛け、事業を拡大していく。ここでいう版とは印刷に使ういわゆる版粉である。特殊印刷の分野ではいくつかの方法があるが、特殊安倍製版所は3つの分野に必要な製品や技術を提供している。ホットスタンプ、一般的には白押しとも呼ばれる。インクだけではなく金色や銀色などの箔を高温の金属や硬質ゴムでできた刻印で圧着する方法。こちらではデザインされた亜鉛板から金属の版に縮小する作業が行われていた。デザインをこの機械でなぞることで金属に複写することができる。彫りの仕上げには金属にできたバリを取り除く。繊細な作業のためできるようになるには10年かかると言われている。ドライオフセット印刷、主にアルミ缶やチューブなど円筒形のものの全面に印刷する際に使用する方法。私たちがよく見かける商品はドライオフセット印刷が使われることが多い。パッド印刷、あらゆる素材や形状の印刷に用いられている印刷方法。ゴムパッドでインキを転写する。特別に印刷の様子を見せてもらった。印刷するのはこちらのゴルフボール。凹凸があり、
通常なら印刷向きの形状とは言えない。仕上がりがこちら。凹凸部分にもしっかり印刷されているのがわかる。シリコンゴムを使ったオフセット転写になります。シリコンゴムを使うことで、柔らかいんで、立体物に追随するという仕組みになっております。この材質形状が我々のノウハウになっています。硬さはいろいろ調整できます。硬ければはっきり印刷できます。柔らかければ立体面に対しての追随が良くなるので、より凹凸形状に入り込むような形になっています。自動車部品等々の立体面に対しての印刷というのが使われることが多いです。柔らかい素材でできたシリコンパッド部分は印刷するものの材質、形状などに合わせて作られている。その種類は素材別でおよそ20種類、形状別でおよそ500種類あり、注文に応じて新たに開発することもある。特殊阿部製版所のノウハウが詰まった製品である。同じ形状のシリコンパッドでも柔らかさに段階がある。この違いによってさまざまな形状のものに印刷することが可能となっている。一言で言うと技術者、昔の言い方で言うと職人ですね、が多いですね。ですから非常に地味で地道に、コツコツとやっていくタイプの人間が多いです。やっぱり技術者っていうのはそういう無理難題、難しいご注文いただくと逆に燃えますんでね、そういった時はすごくやりがいを感じながら打ち合わせをしたりだとかものづくりをやってます。父親の目の付けどころが良かったんでしょうね。一般印刷に関わる会社さんっていうのはたくさんあるんですけど、特殊印刷っていうと途端に世界が狭くなって、やってる会社も少なくなります。そういったところに目をつけて、スタートしたっていうのが当初のきっかけなんです。チャレンジ精神を持って未開拓の業種へもアプローチしていく特殊阿部製版所。どんな形状にも印刷を可能にするノウハウが生かされ、取引先は自動車のメーター類、装飾品など多種多様となっている。やっぱりその都度依頼いただくお仕事が形状が違ったり材質が違ったりとかってしますんで、そのたんびに開発をしていきながらそれを形に仕上げていくってことですよね。例えばこれこのリングの内面に印刷してるんですけど、これはね結構なノウハウだと思います。これは見た目の印刷ではなくて、例えばスマートフォンの中にアンテナ、いろんなアンテナが入ってるんですよね。でそのアンテナをその印刷の技術を使って電気が通るインクを使ってそのアンテナのパターンを内部に印刷してしまうっていうねことなんですけど、これはかなりいろいろ試行錯誤をやりましたね。日々も試行錯誤の繰り返しみたいなところがありますよね。阿部社長が思い描く未来像とは。弊社の企業理念は、私たちは特殊製版の技術集団ですって、ちょっと一風変わった企業理念です。ここに込めた思いっていうのはその技術を通じてですね、お客様の課題の解決のほんの少しでもお手伝いになればなというふうに思って、技術を使って、その技術を、突き詰めていきながらお客様のお役に立ちたいというふうに思ってます。紙ではないもの、平らでないものに印刷するための特殊製版を手掛ける特殊阿部製版所。技術者集団として難易度の高いニーズに応えるべく日々研究を続けている。高等ブランドに認定された企業については高等ブランドのホームページで詳しく紹介しています。一番近いものづくりの街、何でも揃えてお待ちしております。